シンクロメッセージ。シンクロメッセージは皆様向けのキーワードです。心の天気予報、月の満ち欠けのリズムのように心は変化していくもの。知っておけば対処もできる。慌てず騒がずに楽しむのが一番。すぐにピンとくる方、数日してから気づく方、忘れた頃だって OK です。本当に心が求めた時にシンクロは起こる。誰もが平等にメッセージを受け取ることができます。どれだけ心を敏感にしてキャッチするか、ただそれだけです。さあ、来週の日曜日から、日曜日から、はい、はい、さあ、さてですね、まずは火のグループ、情熱の星座、お羊座、獅子座、伊手座、はい、はい、楽しいこと、チャンス、うん、それを無心で、うん、無心で今ね、どのような舞台に立ち、どのような衣装で演じていますか。これちょっと深いんだけど、はい、で、演じていた自分を舞台の上からそろそろ降りて客観的に自分を見る時ではありませんか。ああ、崖ドンではなくてですか。あーあーあーしてるんじゃなくて、ちょっと客観的、あ、今自分がそんな感じなんだなっていうのをそろそろやってもいいんじゃないかっていう。ああ、なるほど。グッとこう、そこでくるくる回ってるんじゃないよって。あね、考えなさいよ。しみじみ。さあ、チナグループ、安定の星座、お牛座、乙女座、ヤギ座。大切な時期、はい、よく確かめて目の前で起きていることの、根源を追う。感情の表現、感情がキーワードですよ、うん、はい、バラバラのピースが、ね、まとまっていけば、何かが感じ、何かが見えてきますよ、はい、そのままでいいですか。うん、ちょっとそういう投げかけが多いですね、うん、今週ちょっとそんな感じですか ね、 そうですね、考えるよって、そして風のグループ、伝達の星座、双子座、天秤座、水亀座、私なんですけど、はい、実は、はい、今週と同じなんですよ。同じってことはまだ続いてるってことなんですかね。そうそうそう、うん、再誕生、新しい天気、はい、うん、自分を妨げる過去のエネルギーから解放しなさいっていうことのね、今に立つエネルギーですか、うん、そうなの。もう自由になっていいんですよ。私ね、こう、はい、私だけのことを言えば、こう見えて意外と自由じゃなく生きてるのよ、うん、実は結構過去のしがらみで、はい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 、結構半分がんじがらみで生きてるから、はいはい、多分だから一人旅に行くんだと思うね。一人で、いいよって、うん、好きなようにやんなさいってことだと思う、はい、うん、ちょっとやらかしてくからね。やらかして、はい、ね、天気予報チェックして。はい、そして水のグループ、感情の星座、蟹座、さそり座、魚座、はい、生命の営み、安らぎ、成長と収穫、うん、共鳴して、いろんなことと共鳴してつながっていくことを意識してください、はい、ですね、はい、共鳴ですね、うん、はい、はい、シンクロメッセージは心の軌道修正、お役に立てたら嬉しいクリスタルパワーです。